はい、BNA オフラックさん、ありがとうございます。カミラちゃん、五輪は今回だけかもね。次の世代がジュニアにいるからね。いや、これはちょっと自信ないですね。やっぱ、イテリ先生のところはぶっちゃけ、長く続いたっていう実績があんまりないんで、ちょっと自信はないですね。まあ、神田選手は、ちょっとなんか長くやってくれそうな感じはあるんですけど、まあ、今回も演技終わった後にすごいこう疲れている感じの表情もしてましたし、まあ、明らかにかなり体をですね、酷使している感じはありましたから、まあ、それを考えると、ちょっとね、長く続けていけるかどうか心配ですね。エテリ先生のところはちょっとそういう傾向がありますので、まあ、ぜひ、神田選手が長く続けていける選手になれるように、ね、実績を、長くやっていってほしいなと思うんですけどもね。まあ、そんなこと、そういうことを考えると、まあ、トゥクタミショワ選手、素晴らしいですよね。まあ、彼女はエテリ先生のところではないので、ミーシンのところですからね。まあ、4年後もね、もしも神田選手が進化をしていたら、エテリ先生のところでは初めてになると思うんで、まあ彼女がどこまで続けることができるかっていうところも北京五輪終わった後から注目になってくると思います。まあ北京五輪はかなり金メダルに近いと思うので、そのままいっちゃう感じはあるんですけど、ただまあ、その後が大事ですね。後が非常に大事になってくると思うんで、ぜひね、頑張っていってほしいですね。